幸せをお金で買えるかってことですか。まあこれはね、私も思うたんびに見解が変わるんですけども、今日の時点で吉谷さんの話を聞いた直後でまとまった考えをお話しするとしたら、まあ幸せをお金では買える部分が大きいですね。まずお金で何か商品を買うと、売ってくれた人がまず幸せですよね。やった、営業成功したとか、今日も成績上がったとか、必ず幸せにできるんですよ。で、自分も欲しいものが手に入るんで幸せになると。で、これ多分ね、無料で提供しようとしている人に対して受け取ってあげるっていうのもお互い幸せになる方法だと思うんですよね。でも無料で持ってかれたら困る人とか、値下げされたら困る人に対してそれをしちゃうと、自分は幸せになるけども相手にはダメージが与えられるんで、一人不幸になって、不幸と幸せでプラマイゼロになっちゃうのかなと思うんですよ。まあ、ですんで、お金で幸せを買った瞬間、ハッピーが2人生まれて万々歳じゃないかなと思います。ですんでね、乱暴な言い方すれば、何でもかんでもお金で解決するっていう言葉を使うといやらしい気持ちがしますけども、何でもかんでもお金で解決すると、お金を受け取った人があっちこっちにいるわけですから、助かる人が増えるんじゃないかなっていうふうにシンプルに考えられるんですよね。で、ここで私のちょっとね、まとめた話になりますけども、なんですかね、自分を幸せにしようと思ったら、お金を使おうがお金を使いまいが方法はいろいろあると思いますけども、少なくとも人を幸せにできる人っていうのは、対価が、まあ、お金に限らずいろいろ入ってくるのかなと思いますよね。で、幸せってものを分解していくと、問題解決ってものもその中に入ってるのかなと思います。悩んでることが悩まなくなったみたいなね、その問題解決をしてあげれば、その人はありがとうねという感謝の気持ちを何かで表現してくれる。それはもしかしたら言葉だけかもしれないけども、もしかしたら商品とか、お金とかっていう形になるかもしれませんね。で、相手の人が何を欲しがってるのかわからない、でも感謝の気持ちを伝えたい場合、シンプルにお金だと相手の人は困らないだろうなっていう配慮もそこにあったんで、お金を払う、賃金を払う、ギャラを払うって形になったのかなと思うんですけどもね。だからね、まあもう一回初めから言いますと、言葉がね、もうなんか嫌なイメージなんですよ。幸せをお金で買うっていうね、この表現が嫌な感じに受け取られるってことは、もう妙な先入観が入ってるんじゃないかなと思うんですよ。幸せをお金で買うのも、お金じゃないもので買うのも、幸せになるんだったらいいじゃないかっていうふうに思うんですけどもね。不幸のままでいて、お金を使うしか、その不幸を幸せにする、転換する方法がないとしたらどうしますかってことなんですよ。いや、幸せをお金で買うなんてなんか汚らしいわとか言って、不幸のままいるんですかと思っちゃうんですよね。それがシンプルな回答なんですよ。だから結果幸せになるんだったら、泣く人がいないんだったら、お金を使おうがね、使う前がどっちでもいいと思うんですけども、なぜかお金を使った方法は非難される、攻撃されるってことになる、嫌な先入観を持たれるってことになるとすると、お金で問題解決することは良くないことだっていうふうなことを誰かから吹き込まれた可能性がありますよね。で、ここでね、一つね、もうクリスマスも近いっていうことで、近くないけど近いってことで、クリスマスキャロルっていうお話をね、ちょっとさせていただこうかと思います。短くまとめてお話しますんで分かりやすいと思います。クリスマスキャロルに出てくる主人公と言える人は、おじいさんなんですよ。お金持ちのおじいさん、若い頃苦労してお金を貯めて人を雇ってですね、大工場を運営してるんですよ。で、自分はもう椅子にふんぞり返ってね、老後を過ごしてるんですよ。でも、そこで働く従業員は、お金がなくって、クリスマスを幸せに過ごせない可能性があるから、経営者のところに来てね、社長って、お金ちょっと貸してもらえませんか、賃金前借りできませんか、うち家族でクリスマスをやりたいんです、神様にお供え物もしたいんです、っていうふうに言うんですよね。したら、おじいさんは、なんだお前は、普段からこういう計画立ててないからダメなんだよ。自分で解決できないのか、俺に頼って金を借りるなんて。頑張って働けよ、つってお金をね、嫌味を言いながらでも貸してあげるんですよ。でもそれがなぜかストーリーの中で、そのおじいさんのことが一方的に悪人になってるんですよね。最終的にどうなるかっていうと、おじいさんは、その経営者のおじいさんは心を改めて、もうみんなにね、もう返すあてもないお金をどんどん上げて、みんなで幸せに過ごしましたみたいな話なんですよ。で、これは一見するとものすごくね、ファンタジックで、おじいさんよかったね、みんなに気に入られて人気者だね、なるんですけども、本来自分で稼がないといけない、お金を借りたら返さないといけないっていう義務を放棄させるストーリーになってるんですよね。で、返済を求めずにお金をあげることがいいことだっていうふうに美化されてるんですけども、
でもおじいさんの人生を考えたら、友達を作る暇もなく一生懸命働いてスキルを貯めてね、でリスクを背負って、大きな工場を作って、取引先に頭を下げながら仕事をたくさん取って、で従業員募集するのにもお金を使ってそこまで来たわけなんですよ。で従業員さんがお金がないって言えば、それは嫌味の一つも言うけども、ちゃんとお金も貸してあげるというふうなね。でしかも仕事場も提供してあげてるわけなんですよね。要するにお金を貸しながらお金を返す手段もあげてるという至れり尽くせりのおじいさんなんで、こういうおじいさんが悪人として映ってしまうこのストーリーに、ものすごくね、金持ちになることへの抵抗を感じさせるバイアスがかかってんじゃないかなと思うんですよ。でもはっきり言ってね、みんながみんな自分で自分のことを養えれば全く問題ないわけですよね。でもどういうわけか、自分のことを養えないね、そういうふうな人が美化されていって、で頑張って働いてお金を稼いだ、チャンスを手にした人、成功者っていうのがどうもね、悪人として映りやすいのかなと思うんですよ。だから成功者が貯めたものを全部吐き出して庶民に足りないところにどんどん上げてくださいみたいなことになっちゃうんですけども、そもそもそれじゃビジネスが成り立たないし、せっかくねいろんなリスクを背負って上り詰めたのに、そこからまた転落させられるというね、そんな悲劇にも見えるわけですよね。で結局おじいさんはストーリー上ではね、幸せになりましたみたいなことになっていったんですけども、でおじいさんはね、この返さなくてもいいお金をみんなに配ることによって一般市民に認められたってことは、一般市民が結局金の亡者じゃないかなっていうふうな解釈もできるんですよね。そしてせっかく自分の財産を作った人の財産を無償化させてね、 いろんな子に配らせて、おじいさんはお金を失ったけども友情を手に入れたみたいな、そんなストーリーにしちゃってるんですけども、まさにお金で友情とかね、人間関係とか信頼を変えることをまさに体現してしまったのが、あのクリスマスキャロルってストーリーではないかなっていうふうに私は感じるんで、なんかね、いろんな見方をしたら面白いよっていうことでしたね、はい、じゃあストーリーはそのぐらいにしといて、今日ちょっとおまけをねやってみたいと思います。AirPod っていうのがアップルから出ていて、これがね 26,500 円だったと思うんですけども、結構な高い金額したんですよ。それをねすごく便利に使っていたんですけども、これはね使わない日がないぐらい、もうつけっぱなしなぐらい手放さないものでしたけども、似たような製品が出ましたよ。なんとこれ1980円ね、もっと安かったかな、伝票がありますけども1996円これで、これが現物、ほぼ一緒ね、同じですよ。でこれ開けると同じ、すぐにね感知していい音楽流してくれるんですよこれね。でボタンもついてるしね、これもうこれで快適、聞こえるし、耳塞いでても周り聞こえるし、音楽も流れるし、ですごい高機能なものが、なんとアップルから出たこれね、1年もしないうちにそのアップルの製品よりいいのが1997円で出ましたよ。これ箱もう説明書読まなくてもすぐに使えるぐらい簡単なんでしょうか、これは一体どうなってるんでしょうか。この付加価値は1年で失われたというねことなんですね。はい、では本日は以上です。